ャーブルーボスです。本いつもね、バイ a ハザード6をやりながらね、えー、雑談やっていきましょう。ようやく雑談って言ったの、ね、今、今、必死に。 人生相談っていう言いかけてめちゃくちゃ飲み込んだけど、はい。あの、ね、やっていきましょうか。前回、ごめんなさいね。すごい、なんか、切れ、切れちゃったっていうか <laughs> もう、もう、ぶち切れ、ぷんぷん丸でね、もう懐かしいと思うんですけど、はい。っていう感じでやってたんですが、いや、まだ怒ってるよ。まだ怒ってる。うん、もう正直、もう、やばいやばい。っていうメンタリティの中でね、やっていくっていうね。あの、心落ち着けてから、お前、普通にゲームやれよっていう話かもしれないです。いや、もう、もうそれ、それ、それに関しては、もう、本当に皆さんのおっしゃる通り、もっと っていうところなんですけど、いやー、本当に申し訳ないですねー。なんだろうなー。わあ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 ,あ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 、あの、今回ね、ちょっといろいろと、みんなのやっていくパートになるんで、なん、なんて言ったらいいのこれは、あのー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい。なんか、すでにめっちゃ来てるのがおるけど、はい。ちょっとここ、デブ大集合のね、あの地域パートになるんで、地域パート何やね、地域パートって。<laughs> やばいやばい。ならまあ、もういいや。もう、こういうテンションでやっていこうぜ。もう、とにかく、もうぶぶ、ぶ、ぶち抜いてやるよ、本当に。あら、あら、あら。痛いだろ、痛いだろ。あら,ら,ら,ら、あら、あら、あら。ええー。いや、あのね。 ま、どれだけ共感得られるかっていう話なんですね。でも、おみ汁にもなる男が、なんか、会社のことに関してぐちぐち言うて、別に会社だけじゃないからね、これね。な会社だけじゃないって、これ、あの、いろいろとちょっとこう、怒りを覚えているのっていうのは、うん、あの、もう本当今、家族だけを癒しなのって、本当にもういろんなところでさ、なんか、もうな、な、んなのっていうことが、ま非常に多いわけですわ。まあ、それは別にいいとして、家族だけを本当にもう、もう、嫁さんと娘だけで僕に癒しをくれるのは、もう、か、 彼女らがいるから僕はもう毎日幸せに生きていけるんですよ。もう、ねえ、あの、む、むね娘とぼ、ぼやぼ遊んだりとか、嫁さんとポケモンやってね、新しいポケモン捕まえてっていうところが、まあ、ただただこれが楽しいっていうね、そんな日々ですよ。はい。ね、そんなことをね、聞くために、ね、バイオハザードの実況を見てるわけじゃねえわって思う人たくさんいると思うんで、もうまさにおっしゃる通りだけど、これもともと人生相談で始まったものなんで、いろんな人の人生相談乗ってきたから、もう今回はね、 愚痴じゃないけど、僕の相談に皆さん乗ってっていうね、もうほんと切なる願いっていうところよ。おら、デブ。<laughs> 口まで悪くなるっていうね、もうシンプルに、シンプルに口まである。あれ相性いいのかなえぇ、ー、こういうことを転んだ。知らなかった。うん。 でここからなんか雑魚的あんま出てこなかったと思うんですよ。デブと硬いのがね、あのー、太くて硬いのがいっぱい出てくると思うんで、それを考えると、ちょっと弾薬が足るのかどうかっていうのが非常に心配なところではあるんですが、まあまあ、ね、地道に地道に進んでいこうか。うん。えっとまあ、それはいいわ。えっとね、なんだったっけな。うーんと、あ,あ、そうそうそう。あのね、まあ、何に起こってるかっていう話なんですよ。ね。 何に起こっっててるかっていうと僕ね原稿不一致の人間大って嫌いなんですよねあの一番最たる例はもう学校の先生なわけよ学校の先生ってさ遅刻しちゃいけませんとかさなんか挨拶しましょうとかってさこう小学校中学校高校とかで皆さん言われてきたと思うんですよねなんか特に風紀の先生とかさなんか生徒会に関わってくる偉そうな先生とか,さか学年主任とかたくさんいたと思うんですけどそ,れそいつらがなんか挨拶しましょうとかさなん,かなんか校門の前に立っててさなんか偉そうに寄ってくるわけじゃないです かところがそいつらって挨拶するじゃないですか全然返さないよねなんか偉そうになんか腕組んであのあうう頭あの、えー、ペコってするだけじゃんそれって挨拶って言うんですかっていう感じですよねなんでこいつらにあのこっちが愛想よくはおはようございますとかって言わなきゃいけないのかってこういうところからなんかもうあの日本人がその年功序列っていう縮図を覆すことができてない結果になってんじゃねえかってめちゃくちゃ思うわけなんですよね、うん <laughs> お前ら言っとくけどなっつって客はこっちだぞってめちゃくちゃ思うわけなんですよ。うん、大して教える能力もないくせにさ、うん、いや中にはね素晴らしい先生もいると思いますよ。でも僕がたまたま出会ったことのある先生方っていうのは残念ながら無能ばっかりだったわけなんですよ。うん ででどっちかっていうとその予備校とかね、あの学習塾とかに通ってたんですけど、そっちで出てくる先生方の方が、もう非常に教えるの面白いし、個人的にも面白い人たちっていうのが多いんですよ。まあ、どな,なんでかっていうとその、あの <laughs> 学校の先生と塾の,の先生の決定的な違いって、やっぱ教えることに特化している先生と、生活面のところまでを教えなきゃいけない、まあ、風紀って言ったのが、風紀道徳の面まで教えなきゃいけない先生とで、その守備範囲っていうのが違ってくるから、やっぱりパーソナリティも多少変わるっていうのは、それは仕方ない、それは分かる。 それはわかるけど、だとしても、だったら、もっと道徳的なところ、挨拶とかっていうのを、その塾の先生が挨拶返さないとかだったら、ああ、守備範囲が違うんだからいいなっていうふうに、まあまあそれもそれでムカつくけど、ムカつくけど、まあそれはいいわ、最悪諦められるけど、学校の先生ってさ、挨拶しましょうとかさ、遅刻すんなよとかっ、ね、てめちゃくちゃ言ってくるわけじゃん。むちゃくちゃ言ってくるのに、お前ら学校の授業でなんで毎回5分遅刻しておくんのよっていう思うわけよ。キンコンカンコンってチャイムが鳴ってから、なっかなか先生来れへんもしかして今日は自習会やったとかと思ってくる頃にガラ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  やってきてじゃあ授業始めます。授業始めますじゃねえよ。まず5分遅刻したことにとお前、謝れよって、ねえ、あの生徒がさ、あの校門前でさ、あの危ない、危ないっていうか、そのねえ遅刻しそう、ね、チャイムが鳴り始めてる頃に入ってきたら、なんか校門ガラ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 って閉めるわけじゃん。お前らも同じようにしたろうかと、もうチャイム前に、チャイム後に入ってきた生徒先生は、もうあの授業中、鍵かけておいて、 もうは入れませんよっていう。外からなんか頑張って怒鳴って授業してみてねっていう、そんな感じになるんじゃないかなって思うんですよね。うん。いや、ほんと健康不一致の人間ってもうほんまクズだわってめちゃくちゃ思うな。ああ言ったんだったらやれよっていう、ね、自分たちが率先してやるよ。それができないんだったら人にそういうこと要求してくんだって。まあ、まああ ですよね皆さんどうですなんかね、もうなんかもう開始5分で何でこんなに俺は怒ってるんだろうっていう気がするんですけどね。まあこれちょっと前回の,あの収録をした日とはちょっと1日ずれてるんですけど、まあ1日経って寝て、あのところ寝たところで全然ねあの、怒りが収まってないっていう現状がね、あるんでね、うん、もう仕方ないよ。はい、そんなところめちゃくちゃ思うよね。それ例えば、なんだろうな。 あのー、立場が違ってそもそも全然やることが違いますみたいな例えば会社だったら役員がやることとそれから現場がやることっていうのは全然違うわけじゃないですかね、うん、役員はその会社で何か問題とかが起こった時に最終責任を取るためにいろいろとその,あの準備をしとかなくちゃいけないというふう、まあ、立場ですよねで一方でその 現場の方々は、あのその、まあ、あ例えば営業とかだったら、売り上げを上げてくるためにあの、商談をしたりとか、電話かけたりとかっていうのが大事になってくるし、あの、開発製品とかサービスとかを開発する人たちだったら、その、実際にお客さんに出回るサービス、製品とかっていうのを開発っていうのをそういうのをやっていかなきゃいけないと。これはまあ理解できるわ、理解できるわ。でもさ、挨拶とかさ、あのレスポンスを早くすることかさ、遅刻し、えー、今の届くのか。 遅刻しませんとかって言ってもうそんな立場とか関係ないやん人として当たり前の話やんそんなやることってどっちかっていうとそんなこともできない人間が偉そうに人の上に立って何か物事を教えるなってもうその資格すらねえわ貴様らってめちゃくちゃ思うんですよねうんいってー全然昼間やんこいつやばい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 ,いやばいよしやばいああこれ先にぶち飲ちゃだとよかったかな なんでこの、う、え、ぃ、ー、この距離なのに全然あれだね、ひるまなかったね。あー、だめだ、イライラがプレイに映ってってしまってる。どうしよう。良くないよね、これね、本当に良くない。う まあ、そういうメンタリティの中でね、怒りを感じ取ってくださる方々がいらっしゃればね、わかるわーって言ってもらえたらもうそれだけでいいよ。あの、全然話変わるけどさ、あともう、まあ、話は変わらんか、原稿不一致って話じゃないけど、あともう一つ礼儀っていうのを絶対大切しなきゃいけないと思うんですよね。まあ、言葉遣いが丁寧か不丁寧かっていうのは、それはもう別にどっちでもいいんだけど、まあ、まあ丁寧な方がね、好感は高いですけど、まあ、それはまあ最悪いいわと、空、まあ、ちもあるし、その、そもそも間違った日本語とか使われたらものすごいイラッとするんで、まあ、全然大丈夫とかって、 くるやつまして何なんとかって思うんですけどね。うん、まあそれはいいですそれはいいです。はい。ね、でであの。 レペゼンフォックスさんっているじゃないですか。ね、元レペゼン地球。で、2020年の12月26日にドーム公演やったでしょペイペイドームで。その時に、その僕、レペゼン地球、特に GZ 社長がめちゃくちゃ好きで、まあ、すごいあの人生、まあ、同じ年齢なんでね、すごい尊敬してるっていうのがあって、まあ、ライブ見に行きたかったんですけど、まあまあ、ちょっと娘が生まれる直前だし、福岡だし、その家から行くのに、新幹線2時間半かけてとかって行けないわけよ。で、あったら、もう、 あの後でいいから、その公演 DVD を見たいなと思って、クラファンやってたじゃん。クラファンやってたんで、それをあの突っ込んで、で,で、あの、ま、DVD と CD とステッカーっていうのをあのお返しにもらったわけなんよね。だから1枚の DVD とか CD とステッカーってめちゃくちゃ高いけど、でも、ま、やっぱり、ま、限定品、そこに入れた人しか、ま、もらうことができないものだって考えたら、ま、いいわと。 でまあまだ CD は未開封なんだけどね、CD 未開封で DVD だけ見たんですけど、でステッカーをは別になんか何かに貼るとかっていうのはさすがにしないかなと思って、もういいかなと思って、あのー、誰かにあげますって言って Twitter, のゲームのあー Twitter に投稿したんよ。そしたら、何言ったかな、6人か7人くらいから DM 来て、あのぜ、ー、ひくださいっていう人たちがいたんよね。いたんよ。であ じゃあそそ、こんなに来ると思ってなかったなって、せいぜい1人2人くらいかなと思って,て、もう早いもんじかなとかって思ってたんですけど、なんか、1日2日、そのツイッター開いてなくて、来てみたら、あの急に、その、あのパッて開いたら DM がめっちゃ来てるから、うわ、すごい数来てるなと思って、まあまあ、6、7通なんて大したあれじゃないですけど、来てると思って、で、まあ、それでもやっぱり一番最初にくれた、DM くれた子かな、まあ、多分高校生とか大学生くらいの子なのかな。うん にじゃああなたにあげますねって、ねあのツイッターの方ですいません、ちょっとあの一番最初って言った理由は言ってない、あの,あの今回抽選で、おお、引っかかってる引っかかってる、ラッキーラッキー。今回抽選で、ちょっとあげる方決めたので、ごめんなさいっていうまあツイッター投稿もしといてですね、で、実際あげたわけですよ、で、その時にも、まあ、あげるは別には、で、住所も教えてもらったし、で、まあ、送ったわけですよね。でその 送料こっちが持ってんのよ。送料こっちが持ってて、あのそのもらう子に関しては、なんらリスクがないわけで、ね、も、まあ、僕に住所を教えるっていうのは、まあ、もしかしたら見知らぬ人に住所を教えるっていうのはリスクかもしれないけど、でもそんなメルカリとかヤフオクとかね、やってること大して変わんないから、別にいいとは思うんですけど、で、結局ね、受け取ったかどうかわかんないですよ。届いたかどうかも僕は分かってないんですよ。そういういのって 届いたら、届きました、ありがとうございますとかって言ってくれるもんじゃないのってめっちゃ思うわけなんですよね。このクソ、はや、れ礼儀もなってないです。なんで俺こんなやつ選んじゃったんだろうってすごい一末のね、後悔を覚えてるっていうのはある。うん。別に、お礼が欲しいから、その、あげるとかね、その、フォローして欲しいからとかね、チャンネル登録して欲しいからとか、そんなんはないよ、別に。そんなん言ってないし、言ってない。そ別にいいと。ただ、やっぱり、 人として何か物もらって黙って受け取るやつって何なんて思うわうん終わってるよねって思ったやねだからそいつぶっついたからあの別にそっからつながることとかな,ないから別にいいんやけどあのシンプルにブロックしたよねうん <laughs> いやマジでないわえー こっちは事前活動みたいなもんすよ、ね、いやそれはさお金あげるとかさね前澤さんとかさなんか寄付タウンでなんか1人当たり1万円とか10万円とか寄付やってる人とかあったらするとさたかだかステッカー1枚で何そんなに切れてんのって思われるかもしれないけど、うん、でもやっぱり。 こっちとしては送って届いたかどうかっていう不安もある中で、一言その来ましたっていうのがあ,のあっただけでやっぱ安心だし、その届いたって喜びが伝わったらあげてよかったなって思えるわけですよ。それがなくて逆にあげたにもかかわらず、その怒り買われてるってすげえ人として損してんじゃねえかって思うんですよね。うん。マジで。 基本的に日本人ってマイナス思考なんでやっぱりあのいいことがあってもあんまり褒めるっていう習慣が正直残念ながらないっていう部分はありつつもやっぱりねちょっとでも不手際みたいなことがパッてあったらもうそれがものすごい左になってっちゃうわけですわっていうことを考えてやっぱりこうあんまりこういう考え方好きじゃないけど予防線を張るっていうことはあの普段から心がけてやっとかなあかんマジでうん。 それがができなないいいいいんんだっったらら下手な行動を取らん方がいいよよてううのはすごい思うよね、うん、基本的にその、まあ、コーチングをやってるんで人のいいところ見よういいところ見ようっていう風にあに大学生くらいの頃から心から心がけてきたんやけどそれのせいでさらに人のあらを探,し探すというかなんかちょっとしたことがものすごく気になってしまうっていう性格になってしまったとこういうデメリットもね正直ねあったりするんですよね。うん いやー、マジでね。ごめんなさいね。もう怒り狂ってる感じの話ばっかりになってね。だんだんここからね、あの、エイダさんもね、自分のコピーが作られて、勝手に自分の名前を使われてね、あの、勝手に悪行働いてる女性に向かってね、だん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 怒りを覚えていくって、ボルテージがマックスになってくる。で、チャプター5の最後でね、もうボルテージマックスになる瞬間があるんでね、もうまさにそれの感じですわ。まあ、ただ、 あのー、もう12パートくらいでできる限りこう冷静沈着さを取り戻してねあのいつも通りのトーンでやっていきたいと思いますので、まあ、いつも通りのトーンだったらあまり受けないか逆にこっちのこの2パートくらいが受けたら逆に面白いなって,かって思うんで、まあ、もしそれが受けたら今後の実況そういうねなんかなんだろうな別にさ岩井社長の一括さんじゃないけど一喝さんも見たことないかもしれないけど。あのー ねえちょっと世の中に思う不満みたいなところね。でも不満なんか聞いててみんな同じこと思ってるからね逆に世の中こんな素晴らしいことがあったぜっていう心ほっこりする話の方が皆さん好きなんですかねどうなんだろうな、はああ <laughs>、ね。心穏やかに幸せを感じられる日々っていうのをね過ごすことができればそのお金があるとかさ時間があるとかっていうことよりもそれ以上にやっぱトータルで幸せって思えるんだろうな。うん はい。ということでね、ちょっと死にすぎちゃったっていうのもあるんでね、残念ながら、えま、ー、死亡か、クリアタイムもダメだったか。はい。ということで、えー、チャプターにも無事にクリアすることができたんでね、次回中国に乗り込んでいきたいと思います。ということでね、本日も最後まで実況を見ていただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。さよなら、バイバイ。